んじゃいけないっていうね、何かを変えなくちゃいけないだろうけど、なんて上の人間がね、なんかいてくれるといいんだけど、上の人間からああいうふうに言われると切ないね、俺も変わって、お金があればいいんだよ、でも しょうもないもんしょうもないけど、俺らもすでにバンドストップできないっていうその精神の中もやってるから、そのためにはどうしたらいいっていうことを考えると、まあ、働きながらでもいいしっていうのはあるかもね、なるほどな。でも、まあ仕事は作るしかないんで、ストップしてられないんで、このバンドをとにかくこうやるっていうのが、まあ本当に一つの俺の理由っていうか、いただきあざす。蓋を開けてみたらこんなに人いるんじゃん。早くチケット取って。こんなに入るんだったらさ、最初から教えて。ぐっちゃんのそのイメージっていうのはその緊張感とかそういうのもあるんだろうけど、最近その俺が大変に緩くなってしまって、それ聞くかもしれないんだけど、その辺を楽しんで演奏ストップに、しゃべりはこうこんな感じでよろしく頼むわ。だいぶキリコが安定してきたよね。沖縄にはその太陽を望んできたわけだが、どうやら出てなくて、キリコはちょっと不機嫌なんだけど、キリコはごまんよ、キリコの声が足りないわ。いつ死ぬか分かんないんだからよ、ファンクはファンクなんで、笑いながらもう、カラクサーと思って、それが生きる道や、何を飲んで語ってるんだって、もう飲み会じゃねえんだよな、俺な。テーマはリベンジなんですよ。すでにリベンジなんですよ。ライブでさ、演奏する時ぐらいしかさ、いわゆるこう見栄を切るところがないわけじゃないですか。Second time, we love Gaussian.